みなさん、こんにちは。めぐみです。今日も皆さんと一緒に、居酒屋で使える日本語を見ていきたいと思います。それでは、会話見ていきましょう。おすすめの料理は、何ですか。本日のおすすめは、刺身盛り合わせです。それを。 お願いします。今の会話どうでしたかわかりましたか。では一緒に詳しく考えていきましょう。まずお客さんがおすすめの料理は何ですかと聞いていましたね。おすすめの料理これは推薦の料理の意味です。 このおすすめのの後ろの部分、料理、この部分を他のものに変えて聞くこともできます。例えば、居酒屋だったら、おすすめのお酒は何ですかなんて聞くこともできます。他にも違う場面で、例えば、おすすめの観光地はどこですか観光地、これは場所なので、 後ろも何ですかではなくて、どこですかに変わります。他にも、おすすめの映画は何ですかおすすめの漫画は何ですかこんな風にして聞くことができます。とても便利な聞き方ですから、ぜひ覚えておいてください。今回、居酒屋では、おすすめの料理を聞いていました。おすすめの料理は何ですかです。店員さんは、 本日のおすすめは刺身盛り合わせですと言っていましたね。本日、これは今日のことです。あ店員さんによっては今日のおすすめはこんな風に言ったりもします。今日のおすすめは何々です。本日のおすすめは何々です。はい。そして最後、お客さんはそれをお願いしますと言っていましたね。それ、これは日照だなく。 の意味です。はい、あ、聞き、おすすめを聞きました。あ。じゃあ、その料理です。この時は、それをお願いしますと言ってみましょう。おすすめの料理は。何ですか?。本日のおすすめは。刺身盛り合わせです。 それをお願いしますでは今の会話店員さんの部分を少し早い日本語で聞いてみたいと思いますでは聞いてみましょうおすすめの料理は何ですか本日のおすすめは刺身盛り合わせです それをお願いしますどうでしたかそんなにあの聞き取るの難しくなかったかなと思いますぜひ何回も聞いて耳にね鳴らしていってみてくださいでは、単語を見ていきたいと思いますまず、お通しお通しお通し、これは居酒屋に入ると まず出てくる小さいお皿に入ったおかず、料理のことです。このお通しについては後で少しシャオのところで見ていきましょう。おつまみ、おつまみ。おすすめ、おすすめ。刺身、刺身。盛り合わせ、盛り合わせ。 唐揚げ。唐揚げ。焼き鳥。焼き鳥。天ぷら。天ぷら。もつ鍋。もつ鍋もつ鍋聞いたことがありますか？もつ鍋はこんな感じです。 牛とか豚のホルモンを使った鍋のことですその鍋の中にはニラとかキャベツが入っていますもつ鍋特に有名なのが福岡の博多のもつ鍋ですとっても美味しいですからもし福岡に行くことがあったらぜひもつ鍋を食べることをおすすめしますだし巻き卵だし巻き卵 ではこんな感じです。卵焼きに似ていますね。卵焼きとだし巻き卵、違いは、卵焼きは砂糖とか醤油で味付けしていますが、だし巻き卵はだし、魚のエキスを使って味がついています。もう少し、ね、柔らかい味であの美味しいです。ぜひ食べてみてくださいね。牛すじ煮込み。 牛すじ煮込み、豚の角煮、豚の角煮、揚げ出し豆腐、揚げ出し豆腐、タコわさ、タコわさ。これはタコとわさびが一緒になっている。居酒屋でよくある人気のメニューの一つです。チキン南蛮、チキン南蛮。 このチキン南蛮はこんな感じですチキン鶏肉です鶏肉を小麦粉とか卵をつけてね揚げてその,あのお肉を酢につかつけますそしてタルタルソース上からかけて食べますあの酢がついているのでちょっとこう甘酸っぱい感じとタルタルソースマヨネーズとかの ちょっと濃厚な感じが一緒になってとっても美味しいです。宮崎発祥と言われています。でもあの日本全国どこでも結構食べることができる料理です。ぜひ食べてみてください。軟骨の唐揚げ、軟骨の唐揚げ、アサリの酒蒸し、アサリの酒蒸し、牛たたき。 牛たたき、牛たたきはこんな感じです。たたき、これ料理のあの作り方を表します。牛のたたき、牛たたきだけじゃなくて有名なのは魚のカツオ、カツオのたたき、これも有名です。このたたきはこうお肉とか魚を火で炙って、そしてあの薄くスライスした料理のことです。 炙っているので外側は火が通っていますが中はあの火があまり通っていません。ま牛とかはねあの新鮮なお肉じゃないと食べられないですね。牛のたたきとか鰹のたたき、これも美味しいのでぜひ食べてみてください。はい、では今回のシャツス豆知識見ていきましょう。 先ほど単語のところでも少しし出てきましたお通しについてですお通しこの文化は日本の居酒屋の独特の文化と言われていますお店に入るとあの何も注文していないですが出てきますそしてこれ実はただではなくてお金がかかっています、まあね自分が ものじゃないのでえー、これにお金がかかりますかってねちょっとびっくりする外国から来た観光客の方たちも多いと言われています、まあ、このえっとお通しこれは席、まあの席の代金席料とかまあサービス料と同じような考え方と言われていますので基本的にこのお通し断ることはできません、まあ、出てきたものをまあ、食べるかまあ、もし好きじゃなかったら真似、まあね、そのままっていうことになってしまいます まあ、大体このお通しは、まあ、300円から500円ぐらいの間のものと言われていますので、まあ、そんなに高くない、まあ、ちょっとしたあのものですねでお酒がまあ出てすぐに出てきますから、まあ、それと一緒に簡単にすぐに食べられるものこれがお通しとしてよく出てきますたまにちょっと高いとね1000円ぐらいまでしちゃうお通しのお店もありますインターネットととかで居酒屋を調べると あのサイトによってはお通しだいたいいくらですこんなこと書いてあるところもありますからもし気になる方がいたら、まあ、行く前にちょっとね行きたいお店の情報を見てあだいいくらくらいかなっていうのを見とくともしかしたらトラブルが少ないかもしれませんはい皆さん今日の授業いかがでしたかまた次回授業でお会いしましょうさよなら おとうしお通し,お通しは何ですかお通しは何ですかおつ波みおつ波み

今日のおすすめは何ですか刺身刺身刺身の盛り合わせをお願いします。刺身の盛り合わせをお願いします。 盛り合わせ盛り合わせ前菜の盛り合わせを頼みませんか前菜の盛り合わせを頼みませんか唐揚げ

塩とタレとどちらにしますか。焼き鳥は塩とタレとどちらにしますか。天ぷら天ぷら 天ぷらの盛り合わせをお願いします。天ぷらの盛り合わせをお願いします。もつ鍋。もつ鍋。この店のもつ鍋は最高です。 この店のもつ鍋は最高です。だし巻き卵。だし巻き卵。だし巻き卵が食べたいです。だし巻き卵が食べたいです。 牛筋煮込み。牛筋煮込み。牛筋煮込みが美味しそうです。牛筋煮込みが美味しそうです。 豚の角煮豚の角煮豚の角煮をもう一皿お願いします。豚の角煮をもう一皿お願いします。 揚げ出し豆腐揚げ出し豆腐揚げ出し豆腐を一つください。揚げ出し豆腐を一つください。たこわさ。 たこわさ。今日のお通しはたこわさです。今日のお通しはたこわさです。チキン南蛮。チキン南蛮。 チキン南蛮を注文しました。チキン南蛮を注文しました。軟骨の唐揚げ。軟骨の唐揚げ。 軟骨の唐揚げが好きです。軟骨の唐揚げが好きです。あさりの酒蒸し。あさりの酒蒸し。 あさりのししをつお願いします。たぎゅうたたき。牛たたき 牛たたきを試してみてください。牛たたきを試してみてください。